はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。えー、今回は福島県の JR 水戸鉄道サービスの正社員、8年目40歳の方の給与明細です。えー、JR 東日本のグループ会社ですね。えー、仕事内容は、駅に到着した電車内の清掃及び整備、検査などをしています。えー、基本的には、えー、駅に到着した電車を清掃対応する仕事なのですが、 まれに側線、留置線に停車している車両の清掃対応もします。必要な資格やスキルは特になしで、清掃をやる上であったらいいのはビル,ビルクリーニングの技能士また、供養動作業が多いのでコミュニケーション能力は必須。勤務時間が基本的に8時間30分の高速で、仕事は7時間30分。で慣れると泊まり勤務もやるようになり、24時間高速の15時間労働で、 翌日は明けとなります残業はほとんどありませんが内勤は残業が多い傾向があります収入がいっぱい社員一般社員で年収で300から350万リーダーチーフなどの役職付きで400から500万ほど JR ミトみたいなところで働きた方のアドバイスとしては準入社準社員での入社はハードルが低い会社ですが 準社員から社員になるには試験を合格しなければならないので、なかなか難しいそうです。えー、気になる方は見てみてください。で、えー、給与明細で、えー、本給が126,200、第2本給48,600と、えー、かなりいろんな手当がもろもろついての、総支給が約247,090円。そこから控除が引かれて、 手取りが19万19円となっています、えー、今回は JR 水戸鉄道サービスの方の給与明細でしたまあ、えー、いっぱい手当てついてるんですけど支給でいくと、えー、25万届かないくらいで、まあ、40代でもまあ、えー、8年目くらいだとこんな感じみたいです、えー、引かれ物もかなり多くて、えー、組合引いだとか、えー、団体保険料とかいろいろ 会社で入れるみたいなので、まあその辺はちょっとお得なのかなって感じですえー。今回はこれで終わります。チャンネル登録高評価お願いします。